どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク、現在非占領期間なんですが、発生しているイベントで、捜査官再編成と CCG 突撃があるので、今回は CCG 突撃の A を、こちらのパーティーで、この間ね、ピックアップされました死神廃生を短期で使っていきたいと思います。ちょっとステータスの方を紹介していきましょう。まあ限界まで強化しています。熟練で 100% で武器強化、10までやっていますね。で今回特攻がついているので、普段こいつのステータスは確かね攻撃力1000だったのかな。まあ HP と防御力はまあいいとして、とりあえず攻撃力、攻撃力が多分1000だったと思います。特攻かかって今1750ですね。で、アタックポイントも上がって今15、普段だったら12かな。はい。で敵がね、敵のアモンさんが今回光属性なんで、この光属性キラー S プラスで 1.5 倍になるんですよね。で、クリティカル発生率 35% の、ブレイクバーストトリプル S マイナスということで、ブレイクしたら 1.8 倍で、難しいのがシフトがないからさ、アモンさん結構武器耐久値あるから、スキルを1ターン目から打っていきたいっていうのがあるんだけど、あと回復ができないね、これは。まあ、武器耐久値マイナス10するから、まあ確実にスキル打てればブレイクはするんだけど、それを毎ターン行えるかっていうところだよね。アモンさんスキルね、最初のターンで打ってしまえば、あとは回避率とガード率 30% アップしてる状態なんで、まあどうにかなるんじゃないかと思います。はい、じゃあ行きましょう。まあ、こいつかなり強いんでね、前の動画、結構再生してもらってありがたいんですけど、よくあるコメントで3ステップ目で出たけどこのまま引くべきですかみたいなあるんですよ。まあ、引くべきですね。普通に共鳴剤使って今後共鳴するぐらいならステップ5まで引いて1体取っといた方がいい。ステップ5までの途中でやめるっていうのがもったいなすぎて、やらない方がいいと思いますね。ステップ5まで確実に引いて、まあ5共鳴ね、熟練度 100% までできる人は、必ずした方がいいと思うんですけど、ここでスキル貯めていきたい。回避率とガード率上がってるんで、ここでスキルを貯めてね、どうにかやっていきたいんだよね。これさ、マルデさん死ぬのかな、スキル打つと。ちょっとそこ怖いんだけど。1、2、3、4、5を残してこいつでブレイクね。あ、やべ、しくった。あー、そうか、ブレイクしたから攻撃力上がってんだったな。あんま食らいたくねえけど、いいぞ。ガードを避けるね。856、あんま食らいたくないよ。ここで食らわずに突破したい。いけるかな。いけたね。で最初15回攻撃して、そう、これね、バトルスピードが通常の時も速かったり遅かったりできるようになるね。ちょっと遅いまま行こうか。操作感のエフェクトすげえかっこいいですね。まあ、グールもかっこいいんだけど、まあ、個人的にこの操作感のフェスゲンとスペシャルガシャで出る青いエフェクトか、これは好きですね。あとこのスキルを打った時のこのジャン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 ってなるさ、まあ、普通のハイセ、プレミアムガシャで出るハイセもそうなんだけど、すげえかっこいいですね。じゃあとりあえず攻撃してスキルが溜まればいいんだけど、微妙い、OK。まあこれ下手に、いやどうなんだろうな、いっぱい連れていくよりかは廃棄短期でいた方が早いのかもしれない。まあ全然オートでも回そうですね、これだったら。回避率とガード率が 30% アップがマジで強い。まあ武器耐久値10はまだ許せてもね、そいつがマジで強い。だから回避率とガード率が上がってるから武器耐久値を削られない。武器耐久値がただでさえ高いのに回避とガードで武器耐久値を削られないから、まあ、こいつ短期がすごい映えるっていうかさ、短期映えするんだよね。他のキャラ連れていくと、なんか他のキャラがブレイクされてまた次の攻撃につなげられるとか、そんなのがあるかもしれないから、まあ、ちょっとめんどくさい。ということで今回死神廃生短期で、CCG 突撃の A を試しに行ってみたんですが、まあ、余裕のよっちゃんということですね。はい、ということで、ぜひ皆さん、
死神ハイスですね。まあ、リセマラしてストーリーをクリアすれば何個もらえるのかな、結構もらえるんで、まあ、ごとつまで持っていきたい人は、まあ、リセマラしてもいいんじゃないかなと僕は思ってます。はい。ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。